暗い夜道で出会った野良猫。もしお腹を空かせている野良猫と出会ってしまったらどうしますか？まずはかわいそうと思う方も多いかと思いますが、安易にご飯を与えてしまうことも、近所トラブルに発展することもあったり、正直どうしていいかわかりませんね。そんな中、お腹を空かせた一匹の野良猫がある女性と出会い、その後幸せを手にすることができました。後にサバンナと名付けられた野良の子猫は、ある夜マリーナさんという女性と出会いました。今は幸せに暮らしているサバンナ。しかしマリーナさんがサバンナと出会った時はとても空腹な状態でした。とても人懐っこいサバンナはマリーナさんたちのもとへ近づいてきたのです。偶然にも飼い猫のために飼っていたキャットフード缶を持っていたマリーナさん。そしてマリーナさんがキャットフードをあげようとすると、サバンナは相当空腹だったのでしょう。缶を開けようとすると待ちきれない様子でした。ご飯を食べ終わり、お腹が満たされたサバンナはマリーナさんに嬉しそうにしがみついたのです。それはまるでありがとうと言っているかのようでした。サバンナが発見されたダラスのこの場所は樹木が茂った地域で、そこには野良犬も多く、他にもコヨーテやボブキャットといったたくさんの野生動物が暮らしています。そんなところで子猫のサバンナは一人で生きていくには厳しい環境だったようです。マリーナさんはサバンナをこのまま放っておくことはできず、連れて帰ることにしました。車に乗せるとサバンナは暴れることもなく、それどころかマリーナさんの膝の上で幸せそうな表情を見せました。その後里親が見つかり、同じ町に住むジェイミーさんのもとへ行くことになったサバンナ。とても人懐っこいサバンナは人間だけでなく、先住犬の16歳の犬ともすぐに仲良しになり元気に暮らしています。看護学校に通う学生のジェイミーさん、勉強をしているとサバンナはいつも付き合ってくれているのだそうです。こうして危険な環境で一人ぼっちでお腹を空かせていたサバンナは、マリーナさんに出会ったことで幸せな暮らしを手にすることができました。このように助けを必要とする野良猫と遭遇したときは手を差し伸べてあげたいですね。特に子猫の場合は自力で生きていくことが難しいようです。野良猫の問題はたくさんありますが、人と猫がうまく共存できる世の中であってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。